はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今日はね、3月の17日木曜日、時刻の方は14時29分です。はい、実はね、視聴者様からのコメントでね、まあ期待ワクワク、これだね、今日はよいしょ。はい、本日これね、グランツーリスモ7は以下の日時にアップデートを伴うサーバーメンテナンスを行いますということで、はい、こちら皆さんね期待されております。で、今日のね15時から17時まで、これね、こんなに長い間2時間もメンテナンスを行うのね、あと30分でメンテナンスがね開始されますっていうねメッセージが出てきました。それでサーバーメンテナンス中はワールドサーキット内のアーケードレース、そしてタイトル画面のミュージックラリーのみがプレイ可能となりますということで、で元気なおじいはこのミュージックラリーはね、これはあの全く興味がないので、起動することは全くありません。あと YouTuber としてはこのミュージックラリーね、あの使うことができないので著作権いろいろ引っかかるんだよね。でまあこれは全くありえませんということで、ワールドサーキット内のアーケードレースね、まあこれがちょっと意味は、ワールドサーキット内のアーケードレースね、まあ本来はアーケードレースアーケードレースでね、あのそのまんま遊べるようにしてほしいんだけどもね、すごく面倒くさいです、めちゃめちゃね、本当で、まあかなりこの今回の、まあ、GT7 に関しては、なんでこうなっちゃったのっていう声が、まあ、かなり高いと思うんだけど、本当ね、元気なおじいが別の動画でも作ったんだけど、本当に純粋にレースゲームを愛してやまない人たちですら呆れてしまっているね。で、まあ、GT スポーツから始めた方も本当にそれのアップデートじゃダメだったのって感じで、言ってる方もいらっしゃってね、本当ね、まあ当然ながらね、あのこれがグランツーだっつって、まあ、フルボッコされる運命にあるんだけどもね、飽きた飽きたみんなで、ね、グランツー飽きたね、まあ最大の美味しい負け者なんだけどね。そんなわけで皆さんはどんなアップデートを期待するでしょうかね。あ、こんだけなんだね。で、ね、このアップデートに関してなんだけども、ちょっと面白いコメントもらってるんで、ちょっと切り替えるね。ちょっと待っててね。はい、戻ってきました。ね、今回ね、まあアップデートね、発売して1週間でアップデートして、またね1週間でアップデートしてって感じで、まあアップデートを繰り返しております。でこのねアップデートでね、まあ火薬の予想しかないっていうね、まあ信者激震シム大崩壊ということでね、はい、あでね、まあ警告ですね、警告、毎回毎回これ言わないと子供たちにはねわからないんで、GT 信者は超ド M 限定ですね、超ド M でない方は絶対にここから先は入らないでください、見ないでくださいね、立ち入り禁止ゾーンになります、気分を害する可能性があります。ド M の方、うわーそんなこと言わないで、うーんもっと言わないで言わないでっていうね、あのド M の方はね、視力快楽に関するド M の方ね、そういう方は侵入してもいいですね、どん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 快楽に溺れてくださいね、おじいがガン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 言うからね、もう快楽の頂点に達してくださいね、まあ、あの方も元気だからね、おーおー俺のフェラーリも、おーおー俺のフェラーリこんなんじゃない、もっと行くぞもっと、ああはみ出ちゃったってね、あのフェラーリも元気なんでね、とりあえずド M の方限定で言ってください。はい、今回はね、はい、なおさんからコメントをいただいております。でこれ背景白いのはね、セカンドチャンネルにいただいたコメントなんだけど、本来はこちらで紹介しない、セカンドチャンネルで、紹介する。であとこのメインチャンネルでいただいたコメントも基本的にセカンドチャンネルの方でね、拾うこともあります。まあ、こっちの方はね、
この間特例で出したけれども、こっちは遊んでるのは出さない、セカンドシャッターの方が遊んでるのを出すっていうね、まあ、シャッターの分けているのでね、で今回はちょっとねセカンドチャンネルの方からコメントをねちょっと引っ張ってきました。10時間前にいただいております。新茶どうも、耳の穴よーくかっぽじって聞くがいいっていつもなら言うんだけど、あのド M だけだから今いるのはね、もう普通の新茶どもはもういないからね。はい、現実を再現しようとしているシミュレーターなら実車を理解している人がまともに走れないわけがないんですよね。そうなんだよ、そういうことなんだよね。車をね免許を持って普通に乗れる人ね、車ってものを理解している人はどんな車でもシミュレーターだったら運転できないわけがないね。コントローラーでもアシスト、旋回時にアンダーを出さないようにハンドルを切る、ね、滑った時に自動でカウンターを当て、アシストしたりがあればまともに走れるんですよね。そして86みたいな低パワーマシンもハイタイヤみたいなグリップでもアクセルを開ける楽しさ、曲げる楽しさがあるはずなのに GT7 は。でん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 。で、こっからだね。こっから追い出したあの進入禁止だった GT 信者の痛いところ、見えない聞こえないっていう部分なんだけど、そしてとどめを刺す出来事が、あの F1 レーサーのルイス・ハミルトン選手が関わった物理挙動エンジンが発売後1週間でアップデートで変更されたんですよ。物理挙動という大宇宙の法則をねじ曲げたものをリアルドライビングシミュレーターと呼べるのかって話ですよね。新規プレイヤーで車に少し興味がある人とかも、え、これリアルな動きしてたんじゃなかった、なんで変わったって困惑するんですよ。それなのにユーザーはリアルだって言ってプレイすることが違和感しかない。コロコロ挙動変わるものをリアルドライビングシミュレーターと呼べるのか、いやーこれはリアルカーライフゲーだからね。ファンとしては、今まで挙動エンジンの安定化がなかったのはプロが関わっていなかったから挙動エンジンが安定しなかったんだろうなって思ってたところ、今作はあのハミルトン選手がこれはもう本物のシミュレーターになるぜって期待してたんだよね。でもね、 GT7 期待してました。あんなステップアッププレイの事前情報を見てワクワクもしました。期待しなかったわけで、それをディスるおじいちゃんも否定的なこと言いましたよ。あの時はすいませんでした。でもね、やっぱセコレですわね、うん、まあ本当ね、もういろいろあったよ。出てもいないのにうじゃうじゃ出てくれる、だって出てもいねえのに神だー神だーつってお互い様だろうつってね、さっき言ってたんだよ。で今までにもうコテンパンにやっつけられてるわけだから、ズランツにはこんな挙動しねえって言いながらブツブツ言われながらアップデートでああしましたこうしましたって来てるわけなんだけど、もともとおかしなもんなんだよ結局ね。まあそんなわけでね、どう考えたっておかしいし、でおお どっちが現実でどっちがゲームなんか、いや分かんなくなっちゃうよって、そんなコロ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 ね、挙動が変わるエンジンで本物かどうか分かんなくなっちゃって、俺のフェラーリ大丈夫か、本当俺のフェラーリいつも変わっちゃうじゃねえの、大丈夫で、俺のフェラーリはみ出ちゃうよ大丈夫で、フェラーリ食いつきどうで、本当ね
どっちがどっちか分かんなくなっちゃうってことは、フェラーリ乗ってたってそのフェラーリ自体を理解してるのか理解してないのか分かんねえじゃん。だってああってね、ああもうそうそうこんな感じだこんな感じだって言いながらコロ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 変わる挙動を見ながらね、何が変わったんだろうなって言いながら、でもうわ悪いやつだなって言ったわけだからね、本当ね。まあでもまあ厳密に言うとね、リアルなところもあればそうでないところもあるし、でまあ、どう技術系かっていうと、まあ以前のものに比べたらリアルに近づいたっていうね、どっちなんだよ結局はっきり言えよみたいなね、それがあると思うんだけど、まあ、その前に本当ね、 おじいと同じ環境でモーションセンサーでアシスト全オフして走ってみろね、本当そんな何十万何百万のね、そんなシステムでやれば走れて当然なんだよ。おじいだってあそこの場所に行ってね、あの状態でガチャガチャ走ってればね、もっとタイムを更新する自信あるよ本当。同じ環境があれば負けてんだおじいの方がね。ABS だってABS ぐらいで、ちょっと日本で頂点1世紀ぐらいってそれも入れねえからおじいは基本的にね、だからねおじいはね負けないね、あの何百万のシステムがあれば負けないね。ただ同じ環境がねえんだったらおじいと同じ環境でモーションセンサーで J オフでおじいに勝ってみるよっていうね、そんな感じだね、うん。おじいのフェラーリはちょっともうかなねえかもしんねえけどね、ズランツの方だったらね、なんとかなるんじゃねえのかなってねちょっと思うんだけどもね。はい、そんなわけでね、アップデートで火薬予想ね、信者激震でもう今で死ぬでよって言ったのに、結局自分がプレイしてみてね、本物かどうかなってどもども分かっちゃいねえわけだしね、まあ、しかも趣味だぜって言ってんだからシミュレーターだからね、趣味だーってみんな言ってるわけだからうじいこれはシミュレーターだからさってねマリオカートでもやってるよ、フォルツァやってるよってグランツーリスムはシミュレーターだからってねああお尻入りましたね、シミュレーターだから、シミュレーターだからシムとはちょっと違うんだよね、うん、納得です。まあそんなわけでね、GT 信者諸君が見ていないからこうやって言えるけどね、またね、ドイムの皆さんどうですか、今回も気持ちよかったですか、おじいにいじられて、ああ、もっと言って、本当は理解できなかったのに、知ったか言ってごめんね、おじい、つって、ね。ね、ドイムの GT 信者諸君、ね、ルイス・ハミルトンがね、かかったにも限らず、アップデートでこれって買っちゃうんだよ。ね。それがリアルなんだ。ね、リアルの資料もコロコロ買っちゃうのか、おね。はい、そんなわけでね、アップデート楽しみだね。もうこのアップデートをね、15時から17時だっか、まあもう始まったかな、これね、もう始まったかな、ね、おそらくもう始まった、ちょうど今15時3分だから突入したと思うけどね、またさらなる事件がこの後待ってるね、きっとね、アップデートしたら、わー、なんだこれは、みたいな。いやーもうね、楽天モバイルのシステムとズランツーセブンのシステムって本当同じエンジン使ってるんじゃないかな、同じシステム使ってるんじゃないの、もしかしてね、そんな気がします。はい、以上で終わりたいと思います。またね、バイバーイ。